あ、終わった、疲れたこれ。あ、でいい歌が流れると、あ、終わったな。ちょっと廃工場はまた後につけよう、うん、別の次のパートでもあげるか、このパートの後にくっつけるかわかんないけど、ちょっとクリア後に行こう。いや終わったね終わったね。どうもすっきりしないよこれ。どうもすっきりしないのは、いやボスをボコボコに倒した感がないっていうさ、ラスボスボコボコに打ち砕いてやりましたよ兄さんみたいなね、そういう感じがないからだな。なんかカタルシスを得られないっていうね。歌でかいねこれ。まあね、罰に続くっていうのを考えれば、まあ、こんな感じの落とし方なのかなみたいなね、どこなんでしょうかね。まあ、ニャル様を簡単にぶち殺せたらね、人間自身も滅んじゃいますから、うん、人間の意識だからね、ニャル様、まあ、それにしてもまあなんだかんだね、嫌いとか言ってましたけども、ね、かなり笑わせてもらいましたね。いいゲームでしたね、シナリオはね。まあ主人公、最初の方はね、主人公がすごいストーリーに食い込んでくるところでね、ちょっと戸惑ったりしましたけども、まあ、結局主人公はジュンとマヤさんだったんでね、まあいいんじゃねえかなって、まあ、とりあえずまあシナリオは良かったけども、戦闘システムがだるくて疲れたね。疲れがすごいです。疲れすさまじい本当に。何なんだこの疲労感は。まあ、10年前のゲームと考えるとね、ストーリーすごいなと思いますよ本当にね。まあでもあれだな、最後はもう本当に一気にダーってきてドドドドって感じだったな、最後シナリオが。まあ結局ニャル様が、まあ我々の思考を読み取ったニャル様が自分の気に入った思考だけを現実化していたみたいな、それでいいのかな。人間の望みを叶えたまでだよみたいなこと言ってたけども、それ全人類の望みじゃなくて、ニャル様が気に入った思考を現実化してたっていう都合のいいやつをピックアップしてやがったっていうね、そういう感じでしたよね。だったら世界中の誰かがさ、ちょっとした妄想を思い浮かべて、それニャル様が、ニャル様が見つけてしまったらさ、これが人間の望んだことだっつってね、現実になっちゃったら、それ今度はなんか、まあ、さらにひどいこと起きそうだけど、今回は純の親父とイデアル先生の妄想をこうなったということだよな。いつも君の隣にと。あー、まあ、縛る場長かったな。縛る場は結局どういう理論だったんだろう。まあ思ったことが現実になるっていうことではないよな、あれは。マヤさんがすごい悩んでたけども、ちょっとオープニングもう一回見るか、改めて。シバルバーは、俺の仮説はね、ニャル様がこう常に我々を監視できると、シバルバーは。だから頻繁にその現象が起きたみたいなね、そういう考えはどうでしょうね。噂が現実になるっつうのは、噂が現実になるシステムは、噂になるとニャル様のお耳に人間どもの思考が届きやすくなりますよみたいな。実はそんなのなくてもニャル様は現実化できますよみたいなさ、そういう感じかもしれん。それか、あの前にどこだったか、ダンジョンが長いか短いか君たちの意見はどうなのみたいなマヤさんが言って、2対1対1対1ねみたいなところで言ったみたいに、シバルバーという場所ではニャル様の力が強まるから、その何、ニャル様がどんどん我々の意識を現実化できていたみたいな、そっちかな。うん、でシバルバーのその真ん中の本部がね、ニャル様の神殿だったわけですから、ニャル様の力が強まってたと考えた方がいいのか。まあ考えてもよくわからんわなこれ。考えてもよくわからんな。まあ廃工場やってコメント返しも全然できてないから、できてないっつうか、
長いパートになってるはずなんですよ。もう6、7時間と取りだめしてるんで、これはあと編集してアップしていくんですよね、これから。で、その間のコメント返信ができないわけだから、それも廃工場を攻略しながらやっていきますかね。久々見るけどかっこいいね、やっぱね、オープニングね。と、今、フィレモンの顔を思い出したわ。今の、岬の顔の、その、何?撮り方で。ドクロ。ドクロは無駄だったな。神殿、4つの神殿攻略はもう非常にだるかったね。あれを無駄だったと。こんなやつ出たっけ?今ビーム出してた。あ、あれ仮面投影か。なるほど。あれバイク結構頻繁に出るかと思ったんだけど、最初にオープニング見た時。そんなでもないんだな。バイク乗るのほんと1回だけだな。パンツに会いに行く時だけか。これアポ。最後まで活躍したな、こいつは。マーラギダインで主に。ノバサイザーがね、大して使えなかったのは残念だけども。単体は弱かったな、ノバサイザーは。まあ、こんなとこですね。いや、長々とやってきましたけども、廃工場までやって一応クリアとして、で、次、罰やっていきますんでね。罰はね、もうちょっと考えよう。編集の仕方も、あと、攻略の仕方も、ちょっともうちょっとサクサクな感じにしてえな。というわけで、一旦ここで終わっときましょう。5月に始めたんでね、半年以上か。長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。いやー、久しぶりですね、皆さん。まあ、最終回まで終わりましたけども、まあね、廃工場から、セブンス行って、シバルバー行ってから最後の最終回まで、あれ、もう撮ったのがね、もう約1ヶ月前なんでね、1ヶ月ぶりの実況ですよ、これが。で、見てください。ベルゼブブとカーリーがマックスになったんでね、使ってみようじゃねえかって話ですよ。あ、イカズチの宣伝、開く方だな。開く方がいいな、やっぱ気持ち悪いけど。下ベロベロの方よりは、ちょっとパカって開く方がいいんじゃねえの。ニュークリアミサイル、これが、吸収回。あ、灼熱だったか。なるほどな。あ、でも、なんか、そんなもんかって感じだな。なんか、思いのほか微妙だったな。期待したほどのなんかキノコ雲が上がるようなエフェクトでもなかったし、なんか普通にミサイルがポンポンって落ちてくるだけの感じか。まあまあいいでしょう。それだけでね。まあ、カーリーとベルゼブブはもうこれで用済みですな。まあね、ベルゼブブ苦労したな。告発者の日記。なんだこれ。きた。サータン サタン出るんか。ちょっとこれ見ざるを得んな。レベルいくつだ?相当高えだろ、レベル。ちょっと待って、あれいねえじゃん、サタン。あれ、サタンがいねえ。あれ?まだなんか、ダメなのか、レベル不足とかか、これ。じゃあちょっとカーリーも戻してみようか。ちょっと気になるからな、何が出るか。カーリー。疾風のカード。あれ?ちょっと弱いんじゃない?これ。疾風のカード。マハガルダインか。カーリーでこれ?カーリーでマハガルダインか。厳しいな。どうしようかな。とりあえずね、ケルベロスとビビアン、控えだったケルベロスとビビアン入れましたけど、イシス、アレスも帰還するか。イシスめっちゃ役だったけどね。ちょっとアレス、帰還してもらうか。アレスの具足、いいじゃない。いい防具だろうな、これはおそらく。イシスも戻してみるか。変異できるけどな、イシス。どうすっかな。変異するより帰還させた方がいいんじゃねえかって気もしてきた。ちょっと変異見るか。変異すると弱くなるんじゃねえかっていうさ。レベル60に上がるもんな、ダグダ。物理に強い、魔法に弱い。ああ、じゃあ変異させて連れていくか、ダフだ。連れていこう。まあ、イシスはね、終盤までめちゃくちゃ活躍したからね、ラスボス付近でもね。
よし、私は第一式の強者ダグザ。うまいものを食い、いい女を抱き、あとは寝る。人生は短い、己が欲望に正直に生きるもまたマックと、また死んだ。いいなあ、こいつ。いい人生観だ。ちょっとイシスの意志をね、継いでもらって、こいつで死に廃工場をね、回っていこうじゃないか。あと誰か一匹作るか、そしたら。じゃあ、ウロボロス召喚しようと思います。レベルが65までのやつしか作れないんで、さっきのスクルドがダメなんですよね。スクルドはレベル66なんでね。あ、疾風つけようかと思ったらつけれねえじゃん。あ、核爆にするか。これ核爆はね、俺ニュークリアミサイルだと思ったんですけど、メギドラオンでしたね。まあ、これでいいでしょう。メディラマつのもありか。いや、核爆で。いや、メディラマもありだな。ちょっとどうしよう。いや、じゃあメギドラオンで行きましょう。で、ストレングス。これでよかろう。めっちゃテンション高えな、ウロボロス。もうちょっと賢いかと思ったら。俺様ウロボロス。俺様無限。お前人間。俺様人間。お前無限。めちゃくちゃ韻踏んでたな。ラッパーみてえになってたけど。無限と人間の繰り返ししかしてないからな。ラップとしてはなんか、単調というか。さあ、ここは今まで開かなかった開かずの間ですね。ここが開くようになってんじゃねえのかと。なんかすんなり開いちまうとなんか寂しいもんがあるな。ああ、敵めっちゃ強くなってる。でね、ちょっと、5人の専用技についてね、専用技の合体魔王についてはね、攻略法を見ました。ちょっと出しましょう。ノバサイザー、血のハネムーン、フォーミーラバー、クロスフォーチューン、クレセントミラー。これで出るらしいと。これ、ジュンとマヤさんが逆だったらね、ステータス順になってて、普通に打てたんですけども、ここが逆になってるっていうね、鬼畜仕様ですね。これは気づきません。まあ、おとなしく合体魔法が見えるアイテムを使えってことですね。おぉ、すげえすげえ。パンツか。声はランダムかな、そしたら。ちょっとパンツ以外の声が聞きたかったな。あ、そんなもんか。あ、まあ強い強い。うん。めっちゃ重くなってる画面が。5人いっぺんに動かしてたからか。レベル上がった。あ、何も起きなかったね。なんか変異するかと思ったけど。ちょっと、あんまり、うん、まあでもいいか。1ターン目で決めれるな。これ使っていけばな。それ単純な技だな、これは。さあ来ましたね。整備員の手記。最近悪魔の噂で持ちきりだから役員の隠し部屋の噂を聞かなくなったなと。事務室にある謎の配電盤が一番有力だったっけ。配電盤説が一番面白かった。事務室っていうことは戻るのか。うん。配電盤の裏には役員の隠し部屋に通じる秘密の入り口がある。戻るのか面倒だな。あ、そうそう、あとね、いろいろアイテムがね、いろいろ落ちてますね、ここ。さすがにね、最後の隠し部屋みたいなとこなんで。マテリアルがなかなか充実して、マスアムネの眼帯、ブラフマーできます、これで。あとは、シンクの翼、スザクですな。作りたいけど、ブラフマーとかもう相当高レベルだろうな。サタンクラスなんじゃないか、だいぶ。で、あと、そういえば見せるの忘れてた。さっき見せるの忘れてたけども、アレスの具足な、作ったまんま見せてなかったけど、あれ結構強いんで、見とこうじゃないかと。これですね、最果ての具足防御力29なんですけど、アレス具足防御28、攻撃力28、魔法攻撃力28と。めちゃくちゃ強かったアレス。舐めてました、正直アレスさんのことをね。じゃちょっと上の階に戻りましょうか。開いたね、役員室。まあね、噂をゲットして噂広めて、やっとここが開くと言ったわけだな。これ全部読んだ後にと。でまたあるわけだな、これが。一階通路の床の一部が非常に脆くなっており、落とし穴か。うん、西側通路の劣化が激しく危険な状態ですので、他の際は注意して歩くようにしてください。落とし穴ダンジョンか、ちょっと嫌だな。お、誰かいいんじゃん。うん、おい、南條くん
背中に1と書いてある男ナンバーワンだからな。大木さんはペルソナ使いだな。なんでこんな噂でできた部屋にいるとかすごいな。ランジョウ君さすがだな。敵ではないか。俺のペルソナがそう言っている。何つけてんだろうな。山岡かやっぱ。こんなところまで来るとはかなり分け知りのようだな。もしよければこの街一体何が起きてるのか話してくれないか。しかし相変わらずスカーフ巻いてんだな。やっぱ話しましょうよ。ちょっとパンツの代わりに仲間になってもらおうぜ。そうか、眉住かな。そうか、俺は何時 OK。 かっけえな。やっぱ留学中の英国から一時帰国した雪野の親友。現在日本一の男子になるべく修行中。高校時代にピルさん使いとして覚醒している。え、留学したんだったっけ。なんか普通の大学行ったみたいなさ、そんなエンディングじゃなかったっけ。あんま覚えてねえな。うん、まあ留学したのか。昔の仲間がいると聞いたな。いっぱいいるぞ。ワンサカおるぞ仲間が。ああ、実はここに来たのも俺たちが倒したはずの時期。カンドリーに似た男を見かけたという噂を耳にしたから。うん、まあ倒しましたけどね、そいつは。もはや、うん、すまんがこれで失礼する。そう、こいつは俺が愛用していた日本刀。前住がさんになったらいいだ、持っていけ。マジか。なんだこれ、伝説の武器的なあれか。ちょっと見ようぜ。あ、来た、やっぱ伝説の日本刀か。攻撃力130ね。あー、でもまあ、めっちゃ強いけどね。どうしよう。まあ、せっかく南條くんにもらったからつけるか。伝説の日本刀。そしてこれは何だと。うん。普段の調査報告書を読んではみたが、正直今でも信じられないようだ。私をバカにしてるのかとさえ思った。考えにもならぬことは起きてしまった。ああ、まあ悪魔が出てきたってことか。おいおい、九段に関する全ての情報を隠蔽する覇気はまだ行うべきではないだろう。そのまま解決するその時までこの牧場また存在し続ける価値がある。隠蔽に使用する場所はいつもの地下室でいいだろう。まだ奥があるわけね。私以外に誰も入ることのできない場所だ。これのヒントがあのさっきの右側にあった式か、落とし穴的なやつの。そこに行けばいいんだな。なんだっけ。一階通路の西側か。西側通路だったよな。じゃあここに行きましょうか。うわ、びっくりした。こんなん絶対見つからねえだろうと思ったら、落ちるとびっくりするもんだね。そんで、まあ、とりあえずアイテム。ああ、敵かい。何これ、かわいい。もう処方みたい。アリス、アリスってあれじゃない、ワンで出てきたっけか。ちょっとね、さっきヒエロスグリペインを使ったらクソ弱かったですねこれ。まあ、神聖なんでね、神聖効かねえやつがやっぱ多いからな、あんま効かねえわな。ちょっと微妙でした。まあやっぱね、ゴッドハンドに限るっていうことですよ。アリス可愛いな、おい。アリスやっぱちょいちょい出てくるよね。こう。なんじゃい。なにこれ。え、消し去られたんだけど。怖すぎる、このアリス。ちょっとやばい。あ、しかも強いな。魔法に強いなこいつ。ちょっとやばいやばいやばい、復活させましょう。これはこれはいかんな。ロリコンにはたまらんのじゃないかこれ、この感じ。ちょっと待て、そんなこと言ってる場合じゃねえ。やべえ、怖え。どうなんだこれ。あ、大丈夫だった。あ、じゃあさっきのは運が悪かったのか。今回運が良かったら串刺しじゃ、養生。やべえ、強えな。全然効かねえじゃんアリス。アリス、ペルソナ作れんのかな。ちょっと気になるぞ。ああ、殴ってきた。ビンタしてきたね。ヒステリービンタだな、今のは。串刺しじゃ。あ、強いなこのアリス。ペルソナとして欲しいな、ちょっと。
強え。物理に強い、物理に弱いってわけでもないのか。おい、クソ強え。全然勝てる気がしない。全然効かないんだけど。きっとここであの最強技を使うか。そしたら今こそこれを使う時だろう。あれ、ちょっと待って、死ぬなよ。オメガクラスターで。オメガクラスター大丈夫か。グランドクロスだ。すげえ、5人並ぶとちょっと気持ち悪いじゃないか。俺使わざるを得んだろう。おい即死なんだよな。オメガクラスター遅れて即死すんだよな。あ、いいね。よし、いいね。凶暴化しとる。あぶね。グランドクロス、お、純だ。いいじゃないか。この戦隊ものの必殺技みたいな感じ、いいな。5人でこう取り囲む感じ。あ、微妙だ。死ぬし、しかもどんどん死んでいくな、ほんと。え？え、てか、銀子死んだのに今フォーミュラバー撃ってる。てか、バグって固まってる。もうバグやめてくれよ、マジで。グランドクロス撃つとバグる。あー、クソ、結構なとこからやり直しじゃねえか、これ。もうグランドクロス封印な。さあ、今度はね、がっちりセーブしたんで大丈夫ですよ。ちょっと強かったね。ちょっといろいろ試してみようと思います。で、あ、コンタクト、あ、コンタクト取れねえのか。そうだ、これ暗黒かな。銀のマニシャ使うか。マニシャ使うな。音もなく消え去ったな、パンツが。銀のマニシャ初使用だな、そういえば。銀のマニシャは歴史だし。オメガクラスター、これ食らうと次のターンから一人ずつ順々に死んでいくんだよな。寝るぞ。よし、倒した。最後、あ、カルマリング、最後反射ダメージだったな。何事も重要なのは反射よ、やっぱ。カルマリングっつったらあれか、アバチとかにもあったっけ、カルマリングってね、確か。ちょっと見ようぜ。強っ。攻撃力100か。パンツ、お前しかおるまいよ。上がるね。ストレング下がるけど上がるんだな。うわ、鬼のような強さだな。これでちょっとデスバウンドとか打ってみてえな。行使法が打ってみてえな、これで。これは強い。ガルマリング、セーブしとこう。フリーズが怖いな。2回目のフリーズとはいえ、こんなところでフリーズされたら嫌だからね。皆さんちゃんとね、プレイステーションでプレイしてください。これは PS2 でやるゲームではありませんよ。これ PS3 だとどうなるの。これプレステ2だとね、今みたいな不具合がね、大量に発生するんですけど、 PS3 はどうなんだろうな。調査報告書、噂の内容について。騒動の発端となったのは、一人の倉庫番が流した怪談話が噂となって広まったことであるということが分かった。噂そのものは作り話である確認が取れて、その怪談話の内容ですが、以下の通り。なるほど、まとめだな、要するに。廃液処理場があり、そこの廃液から悪魔が、うん、そうだね、封鎖され、悪魔は廃液処理場ともども埋められた。埋め立て地の上に今の工場が建てられた。そこから這い上がってきたと、うん、悪魔の目撃について。私の目撃者は噂を流した本人ではなく、別の格で働いていた工場作業員でした。なるほどね、うんうん。その雨、噂を流した本人と悪魔の目撃との間には直接的な因果関係は見られないようです。おー、しっかりなんか考察してあるね。うん、噂の中では廃液処理場といった場所が存在し、工場に現れ、それとの悪魔はすっかりやってくるものとされています。うんうんうん、流れた噂の中に位置に関する情報がありました。地下に埋められたという内容からか、制御室にある工場設立の際に使用された扉が廃液処理場で通じている。
じゃあまた制御室に戻んなきゃいけないのか。なるほどね。噂が現実になる。今回の信じられない事件の結果から判断すれば、おそらくこの噂がもっと広がれば。なるほど。よく噂が現実になるっていう結論に至ったな、この報告書。じゃあ戻りますか。さあ、というわけで開かずの間だな。こっからよ。まだ続く。廃液処理場ね。これでようやくこの廃工場が全部、全貌が見えるっていうわけだな。複雑、やめてくれ複雑にすんの。さっくり終わらせようぜ。もうちょっとちょっとセーブするか。ちょっとびっくりしたじゃねえか。何何何、誰よこの人は。誰だこれマジで。あ、え、あ、なんだっけ名前、名前覚えてねえ。名前覚えてねえや。俺こいつ使ったことねえんだよ初代で。名前覚えてないな。何のてめえじゃない、君たちはこのところにいると危ねえじゃねえ、危ないから。ちこんなベタベタした言い方ができるか。こんなツンデレみたいなやつだったっけ。ここはガキの来るとこじゃねえ、とっとと帰んな、死ぬぜ。こいつ何くれんだよ。お前はカンドリか。これ行きましょう。なんだと。あ、軌道ね。そうだそうだそうだ、思い出しました。0時だ0時。何女がそう言ってただ。あいつはここに来てるのか。なるほど。まあ俺はこいつ使ったことねえからダチとは思ってねえんだけどな。若野郎、とんでもねえ誤解だぜ。悪はここに出るって噂を聞いて熱くたぎる血を沈めに来ただけなんだよ。めちゃくちゃ高レベルな悪魔出てきたぞ。ここ雪乃の親友のセールスマン、トロと同じか、トロと同じ会社かよ、マジか。高校時代にフェルスの使いとして覚醒している。トロあいつ全然仕事してねえぞマジで。しかも噂を利用して、噂屋としてなんかボロ儲けしてるみたいだぞあいつは。それよりによってあの野郎と間違えるなんていくら出しも許せねえ。ジーン、やっぱりそれ伝説のメリケンクラブだよ。なんで知ってるそんなの。三影町に伝説の裸番長がいて、その人がつけてたグローブは暴走トラックも一撃で粉砕したんだ。そんな話あったっけ。あ、いくらなんでも話がでかすぎ、おひれがついてんのか。こいつはダメだ、こいつは俺の伝説のグローブ持ってたのかこいつが。卑怯だな銀行は。売りてえものは売れねえのに大事なものだけなくなりやがる。めっちゃいいやつ、しかもレイジ渡したくないのにくれるのか。めっちゃいいやつじゃん。ああ、前積みが世話になってねえと思えや安いもんだ。それもそうか。まあこっちがユッキーにお世話になった側なんだけどな。まあ、ああ、装備してみましょうか。伝説のメリケングラブ。あ、あれか、ハイジェットナックルと何ら変わりがない。あの、いただいたのはいいんだけど、ハイジェットナックルと何ら変わんねえぞこれ。そうか、そんなもんか。あ、でもなんか変わるっつってたなコメントで。伝説のなんとかは伝説の武器変わるらしいな。もうでもそこまでやんねえぞ。そこまではやりません。あの、廃液処理場もう終わりましたね。なんか裏ボスがいるんじゃねえかと思ったらこれで終わりみたいですね、どうも。ちょっと期待外れではあったけども、もうナイス、伝説の武器いらねえからな。もうこの廃液処理場でセーブして私の今回の旅は終わりだね。中途半端なところで立ち往生しつつこのゲームを終わりにしたいと思います。じゃあありがとうございました。引き続きね、罰の方もよろしくお願いします。おい、70時間やってんじゃねえかよ。70時間近くやってる。69時間7分やってる。凄まじいな。